静岡市清水日本平運動公園球技場は、静岡県静岡市清水区の静岡市清水日本平運動公園にある球技専用のスタジアム。施設は、静岡市が所有し、公益財団法人静岡市町づくり公社が、指定管理者として運営管理を行っている。なお、静岡市清水区に本社を置く、産業用ロボットメーカーの株式会社 IAI が、 命名権を取得しており、2013年3月から IAI スタジアム日本平の故障を用いている。J リーグベストピッチ賞を最多の9度受賞している。1991年、清水市に清水市日本平運動公園球技場として会場。当初は1万3000人収容でゴール裏とバックスタンドの上段部分は芝布石だった。同年、 静岡県で開かれた全国高等学校総合体育大会ではサッカーの試合会場として使用された。翌1992年のナビスコカップよりエスパルスのホームスタジアムとなる。しかしピッチの芝生が良好な状態を保てないこと、J リーグで定められた収容辞任を満たしていないなど問題点が多かったことから1994年6月から 改修工事が行われ、1995年3月に、教養を再開。またこの際、愛称、日本タイラスタジアムが付与され、以後一般向けにはこの愛称が徴用されるようになる。1996年5月23日には、キリンカップサッカーユーゴスラビア代表メキシコ代表戦を実施。また、2009年10月8日に、 AFC アジアカップ2011最終予選のサッカー日本代表大香港代表戦が開催された。2002年シーズン終了直後から2003年のファーストステージ終盤にかけて再び大掛かりな改修工事を行う。従来の冬、芝主体のピッチの芝を冬芝、夏芝混合のオーバーシーディング方式に変更した。以降2004年と2008年から2014年の J リーグアウォーズでは J リーグベストピッチ賞を受賞している。2003年4月、清水氏が静岡市と新設合併し、現、静岡市となったのに伴い、静岡市清水日本内裸運動公園球技場に開消。2006年、第28節アルビレックス新潟線より、個人サポーターからの寄贈によって、選手用のベンチがバケットシートとなる。2007年3月には、 アストロビジョンが、スタジアムの南東角に設置、共用開始された。2008年10月、静岡市とエスパルスが共同して、ネーミングライツ事業に取り組むこと、収入の配分割合を1、1を基本とすることなどを条件に公募をかけ、同年11月に当時静岡市する学に本社があった、株式会社アウトソーシングが、命名権を取得、アウトソーシングスタジアム、 日本平の故障を使用することとなった。アウトソーシングは2013年2月の契約満了をもって、命名権から撤退することとなった。静岡市は2012年11月16日から新たな命名権者を募ったが、2013年1月10日時点で応募者はなく、命名権契約満了後の2013年3月より、 静岡市清水日本内裏運動公園球技場の名称に戻す予定と公表した。2013年1月、静岡市清水日本内裏運動公園球技場の契約条件を契約金年間5000万円以上を年間3000万円以上へ変更した。2013年2月8日、静岡市清水区に本社を置く産業用ロボットメーカーの株式会社 IAI が 年額3000万で取得した。契約期間は2013年3月1日から5年間、命名権により IAI スタジアム日本平の故障を使用している。2018年2月27日に年額3000万の5年契約で命名権を更新している。なお、命名権採用後は基本的に上記の名称を使うことになっているが、クリーンスタジアム規定が適用される。 国際サッカー連盟及びアジアサッカー連盟主催の国際試合大会では例外として正式名称を使用する。ただし2009年のアジアカップ予選で使用された際は当時の名称であるアウトソーシングスタジアム日本ダイラーが用いられた。このほか、J リーグ開催時には県東部及び首都圏からクラブ公式のツアーバスが運行される。ありがとうございます。